研ぎ師をやってます大越と申します。研ぎ自体はこういう風貌ですが、まだ5年目というところでまだまだ修行中です。ただまあ刀のことを、たくさんの人に知ってもらいたくて、活動しているという部分もありますので、今日この動画で、刀のことを少しでも知ってもらえたら嬉しいなと思います。どうぞ動画をご覧ください。よろしくお願いします。涼しいような。いやもう十分涼しいですこの辺。ガンガンに冷やしてますけど。今これ研いではるんですか。はい、ちょっと昨日帰ってきたんですよ滋賀さやから。ああすぐ家だったですか。やっぱり研いでないね、切ってない方は。